はい、どうも皆さんこんにちは、アクトレブログです。今回なんですけど、このアクトレブログの YouTube チャンネルが40万人を突破いたしました。40万人ものたくさんの方々が僕のチャンネルを見てくださっているということなので、いつもの普段の感謝の気持ちも込めてプレゼント企画を行っていきたいと思います。今回のプレゼント企画に関してはマジでやばいですよ。商品が本当に豪華になってます。で、なんで今回このプレゼント企画をやろうかと思ったかというと、普段応援してくださっている方、メッセージくださったりコメントくださったりっていうね、応援してくださる人のことを裏切らないように、自分も日々努力を続けないとなっていうような形で、毎日一日一日っていうのをしんどい中も乗り越えていくことができました。そしてこの YouTube に関しても、毎日やっていく、継続していくのって結構大変です。で、この大変な状況の中で動画投稿どんなにしんどくても頑張ろうって思えるのは、やっぱり僕の動画を楽しみに待ってくださっているファンの方々だったりとか、面白いです、編集好きですって言ってくださる、そういった方々に支えられて、この僕の YouTube チャンネルっていうのも今ここの40万人っていう節目を迎えるところまで運営していくことができました。僕が今後活動していく中で、もっともっといろんな方に知ってもらえるようなチャンネルになれば、僕がシルクドソレイユに戻った時だったりとか、サーカスに興味を持って、シルクドソレイユってこんな素晴らしい団体なんだ、見に行ってみたいと思ってもらえる方もいるかもしれませんし、うわっ、こんなところに入ってみたい、こういう生活してみたいって思われる方もいるかもしれません。僕はシルクドソレイユの舞台にやっぱり戻りたい。10年ぐらいはプロとしてパフォーマンスできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。残りの体が動く、ベストパフォーマンスができる期間っていうのは、世界を股にかけてもう一度活躍したい、そういうふうに僕は感じています。今後僕がシルクドソレイユに戻っていくっていうところに関しても、たくさんの方々のサポート、これが必要になると思っています。そういったことも含めて、40万人という節目を迎えて感謝の気持ちを伝えたい、そしてこれからもっともっと皆さんにも応援していただきたいということで、今回はこのプレゼント企画っていうのを開催することに決定しました。詳しくは概要欄の方に載せているので、応募方法を概要欄の方から見ていただいて、そこでね、どうやって応募するんだろうとか、じゃあこのね、いろいろ商品がある中で自分は何が欲しいんだろうとかっていうのを考えていただいて、応募していただければいいかなっていうふうに思います。まず商品のラインナップですよね。めちゃめちゃ豪華です。一等賞は MacBook Air ですよね。そして iPad Air、 Mac の商品が結構多いですね。めちゃめちゃ人気のスイッチですよね。スイッチ2台、 Apple Watch です。 Apple Watch 3台、 AirPods も3台あります。これ結構特殊かなと思うんですけど、 Oculus っていうね、これをまあ VR なんですけど、顔にはめていただくじゃないですか。顔にはめていただいた状態で、まあ、エクササイズだったりとか、スポーツ、バイオハザードとかね、普通にゲームとしても楽しめる、エクササイズとしても楽しめる、これを2台。そしてマイプロテイン1万円分のコードを10名の方にプレゼントしたいと思います。総額70万円、総勢24名の方が当選していただくことができます。なので今回かなり当選確率も高いですし、誰でもマジで参加していただける応募内容になりますから、ぜひ参加していただけると思います。肝心の応募方法なんですけど、最近結構流行ってますよね、切り抜き動画っていうのを作っていただきたいです。携帯1台やったら切り抜き動画作れてしまいます。例えば画面録画を使って、画面録画をしていただいて、その画面録画をしたところで自分が好きなシーンだったりとか、僕の好きなトレーニング内容、おすすめのトレーニングメニュー、おすすめのストレッチ、僕が教えてる中で、ここはもっとみんなに知ってほしい、もっとみんなが知ったら有益な情報になるんじゃないかなっていうようなところでももちろん大丈夫です。それ以外にも僕がやってる超人技だったりとか、どこでも何でも OK です。自分が気に入ったところっていうのを切り抜いていただいて、それを TikTok に載せてください。そしてこの TikTok を載せるときに、アクトレチャレンジをハッシュタグをつけて載せること、そして自分が欲しいプレゼント、これをハッシュタグにつけてください。そして僕の TikTok のアカウントっていうのをメンションしてください。この3つが必要な条件です。そして切り抜いていただいた方の動画の中から、たくさんいいねを稼いでくださった方に、上から順番にプレゼントしていこうと思います。プレゼントは何でもいいんだけど、とりあえずこの抽選に参加したいと思われる方っていうのは、
何でもいいというふうにハッシュタグをつけてください。携帯1台持ってればできる内容になりますから、ぜひ皆さんもね、応募していただければいいかなっていうふうに思います。まあもちろん僕のチャンネルとか僕自身のことをもっともっとたくさんの方に知っていただきたいっていうところが背景にはなるんですけど、僕のチャンネルを知っていただいたりとか僕のことをもっともっと知っていただくことで、僕がシルクドソレイユに戻った時だったりとか、海外に行って実際に海外でパフォーマンスをしたり、日本でパフォーマンスを行いたいと思ってパフォーマーの方を集めてショーを作った時だったりとかっていう時に見ていただけると思いますし、もっともっとたくさんの方に感動、夢、希望、いろんなことを与えていけると思っています。そういった意味でも僕自身のことをもっともっと知ってもらいたいですし、このチャンネルっていうのをもっともっと皆さんファンの方々のお力もお借りして、このチャンネルっていうのをもっともっと成長させていきたいなっていうふうに思います。本当にすごい商品が並んでいますから、ぜひ参加していただければいいなっていうふうに思います。はい、ということで概要欄の方にもっと詳細細かく載せていますんで、プレゼント企画の応募方法だったりとか応募内容っていうのを確認していただければいいなっていうふうに思うんですけど、注意点としては一つだけ、ハッシュタグでアクトレチャレンジっていうのを付け忘れないっていうのと、自分が欲しいプレゼント内容を付け忘れない、そして僕のアカウントをメンションしていただく、これを忘れないでやってください。そうすることで、まあ、上からね出てきた順にプレゼントしていこうと思いますから、このチャンネルを昨日から見始めた方でも全然 OK ですし、昔からね応援してくださってる方はもちろんウェルカムです。昔からね応援してくださってる方っていうのは僕のいろんなシーンをね見てきているので切り抜きやすいと思うんですよ。なので、まあ、そういった意味では昔からやっぱり見ていただいて応援してくださってる方の方が有利かなっていうふうに思いますし、制限っていうのはないですから、一人一個限らずに何個も何個も作ってあげていただいてもいいので、ぜひねやってみてください。本当に簡単にできます。そして TikTok だけに限らずに、今 YouTube ショートってかなりすごいね拡散力があるので、なのでせっかく TikTok で作るんだったら、その TikTok で作った動画って別に YouTube で併用して同じように上げちゃえば、もしそこで YouTube で例えばバズってしまって登録者数が増えて収益化とかできるようになったら、収益化もできるしプレゼントもいただけるっていう、このもう利益しかない。せっかく動画作ったんだったら TikTok だけに限らずに YouTube のショート動画だったりとか切り抜き動画として上げてもらえればいいかなっていうふうに思います。ということで今回なんですけど、僕の40万人という節目を迎えまして、皆さんに感謝の気持ち、そして僕の今までの思い、これからの思いっていうのも含めまして、今回ねこの動画プレゼント企画というふうにさせていただきました。それではね今回なんですけど、まあ皆さんね一つのねこれもエンターテインメントとして楽しんでいただければいいかなっていうふうに思います。皆さんがまあこういうふうな形で何か僕が還元して、またモチベーションが上がって、一緒にねまた前を向いて目標に向かって頑張れることを僕は楽しみにね、明日から頑張っていこうと思いますから、ぜひね皆さん抽選応募してみてください。それではね今回はこれで終わっていきたいと思います。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。And sail out of New York City.